はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今、世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、見ていきたいと思うんですが、まずはこちら、ビットコインの冷やしのチャートになっています。ビットコインですね、大きく上昇してき、ま、来ていまして、今、4万9000ドルを超えてきているというような状況になってきています。 5万ドルいくかどうかというところに関してなんですけれども今ですねやっぱり注目されているのはもちろん仮想通貨市場でのいろんなニュースというのもあるんですけれどもテーパリングの時期ですね金融緩和がどういった状況で少しずつ縮小されていくかというところが今注目をされていて来週ですねジャクソンホールというですね経済のシンポジウムカンファレンスが アメリカの方であるんですけれどもそちらでですねテーパーリングの時期に対して明確な何かしら発言があるんじゃないかっていう期待があったんですけれども、まあ、これ通常であれば皆さん、えー、FRB のですね、えー、各中央銀行の連銀の総裁が集まって現地でお話をするんですが、まあ、今回ですねコロナの影響もあってオンラインになったりとか、えー、そもそも今回は非常に国内で感染拡大をしていてまた経済に対して不透明感が少し出てきているということもあってですね やっぱり今回のタイミングでオンラインで自分たちがやっている中でですね経済回復まあ問題ないよとかって言ってですねあのテーパリングを開始するっていうのは少し難しいんじゃないかっていうことで一応9月に FOMC あるんですけれどもそこで本来であれば発表されて10月にスタートテーパリングスタートなんじゃないかっていうふうに、まあ、今までであれば観測として強くあったんですけれども、まあ、そこがですね先延ばしになってしまうんじゃないかっていうような今 えことが頭の中で結構皆さんよぎってらっしゃるとで昨日もですね株式市場としては、えー、そういったことを受けてですね大きく上昇していたんですねでそれもあって、えー、ビットコイン上昇していると思いますなので、えー、ここからもう一段5万ドル超えるかどうかっていうところはまあもちろん超える可能性全然あるとは思うんですがまあ一旦今は注目されている材料っていうのは金融緩和の今後の動向というところは こころななんでですすすよとといいいうところはですね頭に1つ入れれててておいていただければなと思っていますもちろん、それだけではなくて、結構ポジションのマーケットでのポジションの偏りとかっていうのも非常に重要ですし、あとはアルトコインの今後の推移、まあ今非常に好調ですけれども、そういったところに引っ張られるような形でビットコインが上昇していくっていうところも、まあ一つはやっぱりあると思うので、まあ、複合的な要素を見ていかなければいけないんですが、まず今一番注目されているニュースは、 アメリカの金融緩和の状況、まあ、いわゆるコロナともかなり密接に結びついているんですけれども、まあ、このあたりですよというところは、まあ、一つご理解いただければなと、まあ、ご理解というか、まあ、僕はそう思っています。はい、で代わってイサリアムのほうなんですけれども、えー、こちらもですね、えー、引き続き堅調に伸びているんですが、ここ最近の高値をですね更新していけるかどうかというところが、まあ、一つ注目なポイントとなっています。ね えー、3300ここ、この辺りを抜けていけるかどうかというところがまずは一旦の注目かなと思ってますので、まあ、引き続き、この辺りはもうビットコインと、あのーまあ、同じような材料で上がっていっていると思うので、えー、特にあのここ最近の EIP1559 とかというところとはもう関係なく今の経済状況そしてリスクオンのセンチメントというのが続けばあの順調に伸びていってくれるんではないかなと思っています。 はい、で、ここからですね、皆さんと一緒に経済のニュースを見ていきたいと思うんですが、その前に、えっ、ー、と、今日ですね、ツイッターの方で僕からこのようなものを出したんですけれども、えー、皆さんの期待しているアルトコインは何ですかということで、結構コメントを見ていると、まあ、エーダカルダノだったりとか、えー、ポルカドット、あとは、えー、アトム、同時、えー、ソルが、まあ、あの、このあたりが最近非常に 注目非常に注目、まあ、結構他にもいろいろあると思うんですけれども、まあ、メインどころで時価総額が大きいところってこのあたりなんじゃないかなと思うんですがもし皆さんもですね何かこういったところ注目してますよというのがあればですねぜひコメント欄にですねこのツイッターでも、えーまあ、YouTube の方でもいいんですが書いていただけると嬉しいなと思いますそういったところもですね今後ちょっと YouTube の方でも取り上げたりとかしていきたいなと思ってますので ぜひですね、皆さんで、あの、このツイート盛り上げていただけると非常に嬉しいです。あと、ツイッターやってる方がいらっしゃったら、ぜひですね、あの、フォローしていただけると嬉しいですし、あとはこの内容ですね、あの、非常に興味あるよという方が、もしいらっしゃいましたら、えー、リツイートとかしていただけると、えー、もっとたくさんの方からの意見をもらえると思いますので、えー、ぜひよろしくお願いします。はい、ではニュース見ていきたいと思うんですが、まあ、一応先ほど申し上げた、この FRB のですね、ジャクソンホールのシンポジウムが、バーチャルで、 あの行われますよということはですね一応ちょっとヘッドラインとして見せておこうかなと思ってますで、まあ、より今注目されているのがエーダ・カルダノの今状況だと思うんですけれども9月12日ですねにアロンゾのアップデートがあると思うんですが前回のイーサリアムの1 5 5 9のアップデートの時もこのアップデートに向けてずっと結構強く上昇していたんですよねなのでまあそういったやっぱり頭もあって 1> ここ1週間2週間っていうのは、まあ、A ーに関してはですねかなり力強い上昇っていうのが先ほどあの今後も見込まれるんじゃないかなとまあ予想がされてますとでこの中ではいくつかすごい興味深い分析がされていて僕はですね一つ思ったのはえっとこれですねちょっと拡大しますねえっと BCTMVRB っていうふうに書いてあるんですけれども、まあ、これビットコインですねで MVRB って何かっていうと えっと、こちらにもちょっとすいません、書いてある通り、マーケットキャップ割るリアライズドマーケットキャップなんですね。で、これどういう意味かっていうと、マーケットキャップっていうのは、発行枚数かける現在のビットコインの市場価値、まあ、エダでもイーサリアムでもいいんですけど、えー、現在の価格かける発行枚数がマーケットキャップ。で、このリアライズドマーケットキャップっていうのは何かっていうと、 発行枚数かけるそれぞれの人たちが買ったタイミングでの価格をかける。なので、現在の価格とは直接的には関係ないんですけれども、まあ、今これがですね赤がビットコイン、緑がイーサリアム、ブルーがエーダカルダノになっていて、これが高ければ高,く高いほど割安ですよということが今言われています。まあ、どういうことかっていうと、まあ、現在のマーケットキャップがあって、 例えばマーケットキャップがものすごい上がるもしくはこの分母であるリアライズドマーケットキャップが下がる方が、えっと、この数値というのは高くなってますよねなのでより低いところで買ってる人たちがいればいるほどこの数値っていうのは上がっていく逆にこのたくさん今の今の価格に近いところでたくさん買えば買うほどマーケットキャップとリアライズドマーケットキャップっていうのは近くなっていく とということになりますなので今これは a d がですねここ最近非常に上昇しているんですが過去に買ってた人たちっていうのはもっと昔に買ってた人たちが多くてリアルマイズマーケットキャップが低いすなわちこの MVRV っていう数値が今上がっているとビットコインもそうなんですがイーサリアムと比較して現在 このエーダがかかなななり割安なんじゃないかということでまだまだ上がっていくんじゃないかっていう観測が、まあ、今この記事では出てますよと、まあ、こういう分析が出てましたで、まあ、これはあの必ずしもイーサリアムの方が割高だからエ d ダが上昇していくっていうふうに、まあ、捉えられないとは僕は思っていますでこれなぜかっていうとじゃあ e s の方が 適切な価格であれば、他の今、割安っていうふうに言われているビットコインだったり、エーダが落ちてくる可能性もありますよね。なので、これは、これで鵜呑みにできないっていうのは、ある一方で、非常にあの今やっぱりエーダ注目されてますし、勢いもある。で、かつアップデートも材料もあるということで、あの、まあ、端的に言うと、僕は上がっていくんじゃないかなと思ってます。 まあそんなに今やっぱり売る材料もないと思いますし、ここで売りたい、ここで空売りしてやろうって思う勇気がある人もいないと思うので、しばらくの間、堅調に上がっていくんじゃないかなと思っています。まあただある意味、短期で買いたい人たちっていうのは、今非常にチャンスじゃないかなと思いますし、日本でもここ最近、体の取り扱いが始まったりとかしてますよね。なので、世界から結構資金がやっぱり集まりやすい状況にもあると思うので、今後もですね、推移、楽しみにしていきたいと思いますし、 まあ,あとは A ダ周辺の、まあ、周辺のっていう言い方おかしいですが、えー、アルトコインもですねこれに引っ張られるように上昇していくんじゃないかと思いますのでまあいよいよちょっとアルトが熱いまあ暑いというかもうすでにずっと暑いんですけどあのもっともっと熱くなっていくタイミングにまたもう一段入っていくんじゃないかなと思うので注目をしていきたいと思いますはい次のニュース行ってみたいんですけれども、えー、皆さんバイナンス使ってますでしょうか僕バイナンス使ってるんですけれども マ、えっと、イナンスがですね、KYC をもうマンで取り、絶対やりなさいよと、リクワイアメントにしますということを発表してました。で、以前までであれば K、KYC、えー、やってなくても、KYC って何かっていうと、まあ、自分の ID の提出ですね、をしていなくても、2ビットコインまで以前は引き出せたんですけども、最近は0.06ビットコインまで、大体25万円ぐらいですか、ね、日本円で、えー、引き出せるよっていうふうになってたんですが、まあ、今回、改めてこういう発表があって、 えー、KYC しなければ、えー、もうですねあの、引き出しとかの制限をしますよみたいに、えー、出ていました。まあ、入金ができなくなったのかな、まああの、取引とかっていうのも今後制限されていくんですけれども、結構いよいよドラスティックに、えー、状況が変わってきたなという印象があって、えー、これ、バイナンスがダメになるとかそういうことではなくて、しっかりと規制に対応していこうということで、言われてからやるよりも、まあ、自分で積極的にやっていこうということで、まあ、僕は、 あのマイナスなことではないかなと僕は思っていまして今後も継続的に、まあ、あの安心してっていう言い方はおかしいですが当局にものすごい攻撃をされるみたいなところから徐々に離れつつあるんじゃないかなと思ってますで一応ですね僕もあの現物に関しては、えー、メインをバイナンスでやってるんですが、まあ、概要欄の方にも記載,あの記載あるんですけれども FTX の方でも 一応講座は開けています。FTX に関してはあの、プラットフォームとしても非常に使いやすいというのもある一方で、結構面白い商品があったりとか、バイナンスよりもコインが先に上場したりとかしてで、後ほどバイナンスで、後々バイナンスで上場したりするので、バイナンスに上場する前に仕込めたりとかっていうのもあったりするんですね。なので、結構まあ、その、 使い勝手もいい取引所でもあるので、まあ一応開けてはいるので、まあこのあたり心配な方は FTX の方でも開けてみるといいんじゃないかなと思ってます。で、あとバイナンスの方で、まあ、先物取引してるよという方は、まあ今後規制されたりとかっていう動きも出てくると思うので、えバイビットの講座っていうのを開けておくと僕はいいんじゃないかなと思いますし、まあ僕も自身も実際開けてますので、ぜひご興味ある方はですね、概要欄の方でリンク見てみていただけるといいかなと思います。 はい、次のニュースなんですけれども、えーとですね、今、イーサの ETF を出している、申請している人たちも結構いる中で、まあ、あの筆頭の,です、ね、あのバーンエックと、あとプロシェアというもう一つ会社があるんですけれども、彼らが、えー、ETF の、えー、申請というのを取り下げたというニュースがありました。でえー、ちょっと前にです、ね、SEC、アメリカの証券取引委員会の方で、えー、この ETF に関しての議論がいろいろあったようなんですね。で、それがつい先日あって、ですぐこういったアクションになったということで、えー、一旦その取り下げて、まあ、何かしら変更をして、えー、もう一旦提出をするのか、えー、もしくは、今、カナダの方ではですね、イーサリアムの ETF、えー、の承認というのがもう降りてるんですよね。なので、そういった方向に行くのかとか、まあ、どういう風になっていくのかというのは、ちょっとまだ、あのー、意向っていうのは出てないんですけれども、 少しあの残念なニュースかなと思ってます。まあ、イーサーに関しては、このビットコインの同様に、えー、ETF が出ればどうだとかっていう話よりも、まずは来年の、えー、ファーストクォーターぐらいにですね、1、3月ぐらいに2.0に行こうというイベントがあるので、まあんまりこの ETF がどうだっていうのはそんなに影響はないと思うんですけれども、やっぱり今後年金とかが徐々にですね、ETF を買ったりできるようになっていくのに沿って、この、えー ETF に上場しているかどうかというところもですね、大きく価格に影響してくるところであると思うので、今後もですね、この ETF 関連の情報っていうのは継続的に追っていきたいなとは思っています。はい。あとはですね、コインベース、皆さんもす既にご存知かもしれませんが、500億円ですね、資金投入して仮想通貨を買っていきますよと。で、しっかりバランスシートに載せていきますということが発表されていました。で、さらに、こちらのもある通り、えっと、ね、将来の 仮想通貨の、えっと、すいません将来の利益ですねこちらにプロオールフューチャープロフィットって書いてありますが将来的な利益の10%を仮想通貨に取引を投資をしていきますよということが発表されていますでこれはまあどういった意図かというと、まあ、これ僕の想像なんですけど投資として資金を入れていくっていう側面も、まあ、なきにしもあらずかなと思うんですが やっぱりその自分たちで結構やっぱ最近 DeFi とかで資金が大きく流れていくことによって取引所で流動性を提供してくれる参加者っていうのが少し減ってきてると思うんですよね。なのでリクイリティースアップっていう商品があるんですけれどもそういったところに参加してくれる人が減ってきたなので自分たちでやっぱり仮想通貨を手元に持って流動性供給のためにまあいろんなトークンをしっかりと保有していこうっていうのが。 あの戦略なんではないかなと思ってます。まあ、なんで少しずつこの defi とかの？市場の拡大というところが起こっているに伴って。こういったコインベースです。とか、ロビンフッド、そういったところの企業のこの仮想通貨への戦略ですね。もう結構変わってくるんじゃないかなと思ってます。自分たちでも Defi もやるし、流動性の提供っていうのも自分たちで。 やらなければいけないし、まあ、NFT ももちろん今後やっていくし、ということで、結構あの市場のダイナミズムが今起きていて、まあ、ダイナミズムというかダイナミックに動いていて、まあ、今後結構ビジネスモデルも変えていかなきゃいけないような状況に今なってきているというのは非常にこれ面白いニュースかなと思いますし、でもしビットコイン現物で買うの嫌だなとか、まあ、税金がなとかっていう人考えている方は、まあ、まさにこのコインベース、えー、買うっていうのもいいと思いますし、マイクロストラテジーとか、 もうビットコインに投資をしているようなものというか、連動して動くので、そういった使い方っていうのも引き続き面白いんじゃないかなと思っています。はい、ってことですね。引き続き今日に関しては、このビットコイン5万ドルト,、えー、トライするかどうかっていうところがまずは大きな注目だとは思いますので、この辺をですね、楽しみに、えー、一日過ごしていけたらなと思っています。はい、まあ、あの、アメリカの株式市場が、まあ、昨日は反発しましたけれども、まあ、ちょっと最近、 なかなかあのパッとしない中でですね、仮想通貨非常に好調なので、やっぱりこの両方持っておくっていうのは非常に、まあ、いいかなと思いますし、まあ、仮想通貨だけの人ももちろんいるかもしれませんが、まあ、結構この分散投資が僕の中では効いてるなと思ってます。で、これまではですね、イーサーと、まあ、ビットコイン中心に投資をしていたんですけれども、まあ、少しやっぱり、あのまあ、今更かよっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、アルトコインについても、 まあやっぱりある程度、まあ、ものすごく大きな金額じゃなくてもいいんですけど、例えばですけど、まあ、仮想通貨に投資している中でのまあ10%をまあこういったアルトに振り分けておくっていうのも、まあ、結構やっぱり面白いかなとは思うので、まあ、将来の種だったりとか話題にもなってますし、まあ、そういったあのやり方もですね、まあ、あの考えていこうかなっていうのはあの思ってます。でもし先ほどもご紹介した通り、 ツイッター、Twitter、の方でですね、ぜひ皆さんもご興味あるトークンがありましたら、えー、ぜひですね、リプライいただけると嬉しいです。ということで、えー、この辺で終わりたいと思うんですが、まあ、非常に暑い日がですね続いていますけれども、えー、ぜひですね、皆さん熱中症に気をつけてください。でちなみにここに僕、ね、30度とかっていうふうに書いてあって、結構コメントくださる方がいらっしゃるんですが、やっぱりその、 他の、まあ、たまに聞こえてるかもしれませんが、息子の生活音とかっていうのもやっぱりあるので、一応ドアとかをですね、窓も外の,あの音が入るので閉めたりとかっていう風にしてると、結構この部屋の温度があの上がっていたりとか、あとライト焚いたりとかもしてるので、まあ、ちょっと熱くなりがちなのでですね、ちょっとあの、常にこうやって水筒を持って水分補給してますので、心配してくださいという方、あの本当ありがとうございました。ということで、今後ともよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。